はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキングです。今日はですね、究極テクニカルバトル、絶望と怨念の復讐記白の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。じゃあ、アビリティをですね見ていきましょう。まずはリーダーゲソバディですね、移動距離&ATK アップですね。館のバニックですね。そしてソニックブースト必ず仕留めてくれよう言っています。続いてシゲチですね、勇気壁コン仲間連携 ATK ブースですね、入れてます。そしてジョウスケですね、先導30分刃物の銃を入れてます。そしてスタブですね、控えにはタロスケですね、入れてます。スキルゲージ回復ですね、特殊の方と援軍と入れてます。そして援軍 ATK ブーストですねを入れてます。フレンドにはブラリオを迎えてます。では参ります。もうね、ずっと、ケツバニのシーズで行くような感じだと思うので、ご了承ください。ちょっとこれは難しいですね。まずはゲージを募集していく方に持っていきましょう。しかし死んで、まあいいか、行きましょう。ちょっと壁込んでやっちゃった、仲間連携ブーストでやっちゃいました。今度は、シゲチを泡に当てて、これだけ当たってれば少し、あ、倒してないましたね、多分倒してた、倒しましたね。募集はされてしまいました。まあ、泡がないのでもう月バニで行ってみましょう。弾いていくんでね、よし倒しましたね。あ、 CS を忘れておりました。シゲチーの CS が持っていません。忘れておりました。これはできますが、ちょっと間違えましたね。カウントリミットが5以上だったんですね。まだ足りないので行きたかったんですが、ここはしょうがないですね。結末にはちょっと動かしましょう。接触しているのでそこまでダメージはないですね。ちょっとやらかしています。ちょっとどころかかなりやらかしておりますね。全部入った、よかった。はい、ぐだりましたが1ラウンドクリア。続いて2ラウンドですね。さあ、ここはちょっとナイフを避けるようにグダリオに当てる感じで、行きたかったんですがどうにもならなかった。何も死ぬことはねえぜ。で、来ましたね。ここ
こはもうちょっとしげちを無駄にもう引き連れて丈介に当てて、それで続いてちょっと無駄利用をね、助けたいので丈介に当ててボムですね。でターンスキップもしないですね。ターンスキップしてほしかったな。あ、量がなくなりましたね。よかった。やられてしまった。何も死後ダメージで。さあそして続いてはこれはケツバニは3万だから余裕で死んでしまいますね。なのでなんのことはなく倒していってますね。ちょっとゲージのことも考えられるので3ゲージ溜まってますからこれでよしとしましょう。さあワンチェンギが出てきてここでさよなら。一番嫌なパターンで出てきましたね。まあとりあえず関係ないので終わりです。もうね無駄が欲しいのは2ラウンドまでですからまあいいでしょうということでちょっと強気にいけます。そして今度はシゲチーですね。シゲチーを3ラウンドのカルブラに向かってシエスですね。何で死ぬことはねえがじゃない急に闘志が湧いてきたが発動したのであとはもう安心ですね。あとは倒れてくれるのを待つのみ。しかし動いてくれない動いてくれない。あ、動いた。はい、これで倒したはずですね。倒しましたね。よかった。はい、よかった。もう取れていいんですよ。もう止まっていいんですよ。ゲージが5ゲージになりますから。ゲージ5ゲージになりますから。ゲージ5ゲージに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 なるよ。5ゲージになるよ。5ゲージにならなかった。5ゲージになるかったよ。あとはどこにいる、どこにいる。ケツバニがここにいました。ということでケツバニがうまく走るようにできましたね。必ず仕留めてくる炎のおかげで何度かこれいけてますね。でも5ゲージ溜まってしまったか。これで5ゲージ溜まってしまったのでどうしようもなくなりましたね。ただあとはいい位置に位置取りができればカロスケとウンルールの位置取りさえ良ければなんとかなるはず。もうクリアは目に見えてるはず、目に見えてるはずです。何も死ぬこと
かね。そしてゲージマックスなので、ジョウスケがね、敵のジョウスケが打ち切れましたが、おこれはラッキー。ダメが発動してくれたおかげで、今度はカロスケですね。安心して CS が打てます。キヨもこれで倒せましたね。はい、できました。ちょっとぐだりましたですね。はい、なんとかクリアすることができました。うん、実際問題、青チョピリの方が早いですね。青チョピリで周回しましょうですね。はい、最後までですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。かなりね、グダグダな、攻略でしたが、無事攻略することができました。ありがとうございました。ではまたどこかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。